1982年静岡県静岡市で生まれる。1984年幼少時はとにかく車が好きな子供だった。1987年幼少時は青葉インターナショナルスクールに入学し、宇多田,田光と同級生だった。1989年その後も父の仕事の関係でハワイと日本で過ごす。1995年11月千葉県。 新東京サーキットにて、レーシングカートを始める。1996年より、レースに出始め、清水選手の師匠、元ナスカードライバー中地元博選手の元指導を受ける。新東京フレッシュマンカートレースにて初優勝1998年、コロンビアインターナショナルスクールに、入学1999年末2000年8月に、 本格的なレース語学力をつけるためアメリカ留学。そのまま日本とアメリカを行き来し全日本カート選手権にも参戦し、活躍。2000年9月より、レースの本場ヨーロッパに、イタリアに留学何のコネもなかった清水選手は、単身で欧州へイタリアにある高校のブリティッシュスクールに、通いながら現地チームを自身で探し、交渉しレース活動を開始した。日本人は、 お金を持っていると思われていて、お客さんドライバーとして、現地のワークスチームに入るのは嫌だから、現地の人と、ファミリーになると言って、現地のチーム、スタッフに認めてもらうまで毎日チームに通った。数ヶ月後、テストのみのチャンスをもらうことができた。そこで、現地チームに認めてもらうことができる。その後、本格的レースに参戦した。2001年から2003年より、 本格的イタリア選手権では日本人3位を獲得などヨーロッパ選手権では数々の入賞する。2003年から2004年からは速さを証明し、現地のコネクションで初のフォーミュラーカーデビューフォーミュラルノート F3 や GP にテストドライブのチャンスつかむ。2008年現在は日本やアジアでのレース活動を行っている。ありがとうございます。